つい先ほど東海大相模負けましたと。いやー惜しかったですね。あ、優勝しねんかい。今年わかんないなマジで甲子園。甲子園は今、まあ、どこ、まあ、東海相模が負けたんで、はい、どこ優勝しても初優勝ということで。あ、そうか、らしいですよ。あ、すごいねこれ、なかなかないね。で、一応カキコキャーなのかな、はい、インスタで質問来てまして、はい、ジャックさんって読むのかな。ジャックさん、ありがとうございます。舞岡野球部のものですと。あ、舞岡、はい、はい、試合見に、来ていただけましたかと、はい、質問いただいておりますが、はい、勝間さんいかがでしょうか。申し訳ありません、いけませんでした。最悪最悪。あの予選の話だよね、神奈川予選。そう、ベスト32の試合か。あれ、神奈川さんあれもくれてたからね。あの前回、前岡野球部のものです、今日の試合で2年連続ベスト30に行けました、次の試合応援来てくれませんかと質問いただいてた方ですね。その方か。はい、多分あの子じゃない、勝又と一緒のライトの子っぽいけどね。あの天才バッター。そうそう、はい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 。マジ、うん、かな、もしかしたら。いやーちょっとね、行きたかったんですが、あの僕無職なんですけど、珍しくその日予定入ってまして。最悪、本当に最悪これ。一応一球速報で追っかけてはいたんですが、はい、まあ、ちょっと工場高校に負けてしまったというところで、いや俺が言ってたらなっていうのはちょっとありますね。いやー行けよお前。これはね俺怒りましたから。しかも大した予定じゃないですよ、全くもって。まあ結果そうね、まあ、だからまあそんぐらいってことですよね。いやそんなことないです。怖いが、いやそんなことないです。ベスト16行ってくれると信じて、まあっていうのはありましたけど、申し訳ないです。ひどい、本当にジャックさんに謝ってください本当に。あ、そうですね、これはちょっともう弁明の余地がないので、はい、ジャックさん、私が現地、応援駆けつけられず、どうぞでした。まあ、やっぱりまあ勝間さんはよく前岡前岡言ってますけど、まあそんなに好きじゃないということで。いやそんなことないです、続いて、プロ野球振り返っていきますか。やだなこの入りで、流れ、この流れやだな。では、じゃあ巨人からいきますか。あ、巨人、はい、まあ、台風で中止の試合もありましたんで、まあ、3勝2敗の、まあ、1つ勝ち星というところで、はいはいはい、東京ドームで阪神3連戦、そして DeNA で、ハマスタ2連戦ありました、はい、まあ、阪神3連戦勝ち越したらまず大きいというところと、うん、まあ、何より浅野くんがなんか爆発してたね、まあ、8番ライトスタメンで満塁ホームランと。ああ、いやーこれ来ましたね、チーム初ホームランですからね、満塁ホームラン今年。あ、そうなの。今年初ですか巨人は。あ、そうなんだ。いや、いいとこでね打ってくれたっていうところで、まあ、ハマスタでもスタメン出場出ましたけども、まあ、しっかりね、はい、いや仕事してましたね、うん、いやこれ浅野くんいいですねっていうところかな。であと、まあ、戸郷選手がね、あの阪神戦ですけど2試合連続完封というところで。あ、そう、まあ、やっぱ優勝へのキーマンはやはり戸郷になりそうですねこれは。あ、そうなんですか。はい、まあ、阪神と広島との試合まだ多いですから、はいはい、でこの阪神と広島先週完封してるんで、はい、まあ、この2チームに相性いいのは戸郷というところで、これがねキーマンになりますね。はいはいはい、はい、っていう感じですね。じゃあ DeNA どうですか。 DeNA は2勝3敗1分け2勝3敗はいはいはい、広島巨人ですね。はいはいはい、まあ私昨日の試合感動しました。昨日の試合感動、なんかありましたっけ。我らがオスティ、あ、延長さよなら、はいはいはい、しびれたねーくー、兵内の渾身の初球と。あれスローボールですか。ちょっと最近ね兵内に当たり強いですから、プロ野球ファンが。本当だよ、渾身の初球運ばれてました。見事な逆球、見事な逆球を初球サヨナラホームラン。まあ、あんなありえないですから、あんな初球ストレート、あんな誰でも打てるよっていうぐらいのホームラン。中継ぎ頑張ってたからね巨人。いやそうね、まあ、ちょっと大勢がその前のイニング完璧に抑えたんで、なんかもはやネットで買いまたぎしてるよ大勢みたいな。まあ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 、かちょっと順番逆だったかっていうのはね、まあ後から言ってもあれですけど、まあどの道兵内で打たれてればね。なんかあれらしいですよ、あの1球でサヨナラホームランで敗戦投手なんのが70年ぶりぐらいの記録らしいですよ。はい、
初球で。あ、そうなんだ。そうですそうです。初球サヨナラホームランですから。なんか怒ってたしね、平内なんか顔。よくわかんないけど。まあ自分へのね怒りでしょうね。まあちょっと平内選手ちょっとね、来年も期待しようかな。じゃあ、いやもう来年の話ですか。いやいや頑張ってもらわないと平内。あつか、まあ巨人は、現在2位か、まあ、昨日負けちゃってカープ勝っちゃったんで、あ、まあ、1ゲーム差の2位になっちゃいましたね。あ、2位ね。はい、まあ、ここちょっとまあな、まあ、まあなんとか食らいついてはいますから、はい、で明日からカープ3連戦なんですよ。あ、もうコメント来てますよ、 YouTube の方でも。首位攻防戦ライブしてくださいと。あ、ライブ配信。まさまささん、まさまささん、いやこれ東京ドーム3連戦なんでね、どっかやりたいですね、ちょっと配信。暇だろお前。毎日やれよお前。まあもう俺一人の価格でいいんだなっていうのはありますけど、誰も興味ねえよ巨人と広島戦なんて。いやいや、セ・リーグ首位攻防戦やで。興味ねえわ。興味あるだろ。あのちょっと勝間さん、ライブしてくださいということなんで、ライブしてもらえたらまあ俺らはいいよな。そうね、興味ないよな。お前らもう消化試合だとかだって、もう終わってるからシーズンこっちは。もうちょっと興味持ってもらって。え、別にどこ1なのか関係ないよな。まあ私は諦めてないですけど。まあ DeNA はね、そうね、まあ、中日と一緒にされたくないということで。その中日なんですけども、今週は、3勝1分け2敗と。3勝1分け、おお、まあまあまあ1つ勝ち越してね。いや昨日ね、伊藤将司がめちゃめちゃ打たれちゃって。あ、伊藤将司もやっぱ我々横浜出身で、横浜高校で伊藤将司応援してましたから、はい、まあ、阪神ですけどちょっとらしくないなっていうところで、まあ、今年ねずっと調子悪くて今中継ぎに配置転換されてますけど、いやそれでもうノースリーまで毎回行っちゃうみたいな。伊藤将司は生命線やっぱコントロールですから、コントロールですから、はい、本当にね、きついんだろうなっていうところと、そんな状態の伊藤将司からブライト元気に三振してました。あ、三振したんかい。はい、ノアウト満塁。ブライトいつも三振してんな、なんか。ちょっとブライトな、フレッシュオールスター出てましたけども、そんなフレッシュでもなくなってきてますから。はい、なんで、ちょっと気をつけてもらえればと思うんですが、その前がヤクルト戦というところで、はい、まあ、あのヤクルト戦は、1勝2敗ということで、うん、神宮ね、で唯一私の誕生日で勝ちと。お、まあ、高橋宏斗なんでね、上級さんのバースデー勝利、はい、よかったなっていうところはあるんですけども、一応振り返ると、去年の8月13日も中日戦サヨナラ勝ちしておりまして、はい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 、まあ、ちょいちょい動画で言ってますけども、マルティネスが、うん、ライデルがですね、堂林にホームラン打たれて、うん、去年初失点という最悪な誕生日になるかと思いきや、宇佐美がサヨナラホームランというところでありましたね、はい、結構ね、まあ、刺激的な誕生日にはなったんですけども、はい、今年の誕生日はと言いますとね、うん、まあ、普通の試合だったんですけども、うん、まあ、終盤ね、ちょっとライデルがですね、ヤクルトの岩田選手に今季2度目のデッドボールかな。あ、岩田選手に対して2回当ててる。はい、2回当てて、て、そう、でそれで高津さんもちょっとヒートアップして、うん、で中日の方で片岡もね、ちょっとなんか文句言ったか言ってないんだかちょっとわからないんですけども、まあ、ツイッターとかいわく片岡がちょっと喧嘩吹っかけたみたいな形になって、ちょっとあわや乱闘一歩手前みたいな。あ、なんかねもつれてましたね。そうそうそう、はい、で問題はね、その当日ね、誕生日当日ですよ、はい、DD 佐藤とヤクルト戦見に行きました。あ、そうじゃん。で DD さんがちょっと席間違えて取っちゃって、お、中日の外野席の一個隣のヤクルト側の席取っちゃって。あ、はいはいはい。だからちょっと中日のユニフォームとか着れない状態。あ、そういうやつで、中日の応援もできない状態、うん、DD さん、非常に常識人ですので、うん、ちょっとでもはしゃいだりしたらセリーナの二の舞になると。直球さんちょっと無言でいきましょうみたいなところで、うん、誕生日あんまりはしゃげず中日戦を見るというね。あ、そうだったの。状況ではあったんですが、はい、その乱闘の時に
逆に言うとちょうど中日の外野席とヤクルトの狭間にいたんですよ我々、はい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 、でそのライデルが当てちゃって乱闘になりそうな時にもう中日の外野陣の若かったの多分20代前半の子、うん、が10人ぐらいで、うん、もうヤクルトの席まで入り込んで、なんか中指立てたり、うん、おいごめんでヤクルトの外野席、ヤクルトの外野席は、まあ、割とちょっと30代か40代目多めだったかな、うん、で、まあ、おじさんたちがうるせえお前らとか言って、うん、すげえやり合いになって取っ組み合い1個前みたいな、あらでその間に DD 佐藤と俺しかも中日ファンっていうところで仲裁入った、いや仲裁入ってないですDD さんは全く見て見ぬふりしてましたねやっぱああいうヤンキーとか嫌いなんでしょうね。あ、そうですよね。時は中日のね、その外野席の中で、おいとめちゃめちゃ煽ってるやつがいて、うん、そいつの背番号を見たら9番で中島でした。中島中島のユニフォーム着てるやつがめっちゃ煽ってました。あれ、DD 佐藤の視聴者らしい。あ、DD 佐藤の視聴者なんだ。あんまり治安良くないですね、DD さんの。あの視聴者さんはね、書きこきと違って。顔面蒼白でしょうね。慣れてますね。中島の血がね、騒いじゃったんだな。いやこんな感じなんだ外野席って思ってやっぱより外野席嫌いになりましたね。あ、まあ外野はね、うるさいし、まあ初めての人にはあんまおすすめしないですね。でもなんかね、一人だけ外野席にいた生徒会長みたいな女の子が生徒会長やめてわらやめてやめてっつってなだめてましたね。ああ、そういうヒーローというか、そういう子いるんだ外野席にもみたいな各学校に一人いるみたいな。あ、だから俺ら小学校で言うと酒井さんみたいな。酒井さんってもう誰が覚えてんだよ、酒井のぞみさん酒井さんみたいなその人がやっぱ外野席にもいるんだなってところで、めちゃめちゃなだめてて、中日ファンなんだよ、その、うん、中日ファンが中日ファンのやんちゃなやつらをちょっとなだめてたんですけど、うん、あのその子の、背番号はあの大野翔太でしたね。大野翔太渋いな、渋いと思って、渋いな、やっぱさすがだ、扇の要だな、さすが、司令塔になってるね、ちゃんと。その女の子の顔は二軍でした。そんなこと言うのお前ひとぱっと見ね、最低、ぱっと見ね、何ちゅうこと言ってよお前。これ DD 佐藤が言ってましたDD 佐藤DD が言ってました、あれファーム顔やなでも、まあ、それはいいんですよ。でその誕生日ね、俺の誕生日に乱闘起きまして、うん、片岡が暴れて、うん、あのね、いろいろ叩かれてる立浪が、ね、それ仲裁入りまして、うん、X では今年一番立浪仕事したぞいやいやいや立浪大仕事をやってのけたっつって、うん、珍しく X がね、うん、立浪擁護派に包まれた一日ということでまあ、そんな誕生日でしたとでこれだけじゃなくですね、あ、まだある、まあ、片岡立浪 PL ですね、はいはいはい、多分その試合清原が来てたのかな。ああ、そうやん、うん、はいはいはい、清原が来てたっぽくて立浪がそういうね仲裁に入ったとかいろいろ言われてるんですけど俺らあの現場にいたんで清原いたこと分かんなくて、はい、で最後なんか DD さんがちょっとあっちから出ましょうっつって、うん、なんかいつもと違う出口出たらもう目の前に清原がいまして、おう、で清原がなんかもうなんかヨボヨボだったねなんかロケバスから出てきて自分の車に移動するタイミングだったんだけど、うん、なんかもう一歩一歩遅くて、あ、でまあうわー清原だーってなってたんですけど、もうヨボヨボすぎてちょっと覚醒剤の代償ってでかいんだなって。え、目の前で清原見たんだ。あ、見たの。 DK さん全然興奮してなかったな。めっちゃ興奮するけど俺だったらトンボ立っちゃうけどね。いやでもみんな周り来てて、うわ清原だってなってたよ。けどなんかちょっとヨボヨボすぎたね。ショックでしたね。まあいろんな治療をしてると思いますからね今。その PL に囲まれた誕生日になったっていうねでは、風間さん、ノブさん、いきますか。あ、いきますか。ノブさんの代わりにもということで、もう、お盆に帰ってきてからノブさんも。元気してる元気してるじゃないよ。ノブさん。元気してると思いますよ。はい、サチもね、一緒に。
サチね、サチもということで、風間さん、野村さんの代わりに物申そうということをして、はい、今週ありそうでした？あ、まあありますよ。あ、じゃあぜひお願いします。はい。おい高梨、今シーズン幾多のピンチを乗り越えてきてるけど、肝心な時に限ってチャック全開で投げんのやめんかい。どういうこと？どういうことですか？え？どういうことですか？そのヤクルトの高梨が？ヤクルトの高梨ないですよ。絶好調でもないし。ヤクルトの高梨ないから、まず。あ、巨人の方ね。巨人の高梨ですよ、もちろん。はいはいはい、サラじゃない？高梨サラじゃないですよ。じゃない、あの、なんか、ねえ、いちいちなんか。空飛んでく高梨サラじゃないですよ。なんかスーツがよく合わないっつって、ね、ああ、ね、ありましたね。規定違反とかになってましたけど、なんかそこからすごいなんか、なんか美人になった、ね、なんか美人になったというか、メイクがよく言われてるよね。なんかメイクで反抗してる感じ。まあでもあれファーム顔やな。お前もうやめろってファーム顔とか。で、高梨選手なんですけど、まあ、今年めっちゃね頑張ってるんですけど、はいはい、まあ、この間のハマスタでもそうだったんですが、まあ、抑えてガッツポーズしておしゃーっていう写真とか結構切り抜かれるじゃないですか。 そうね、そこで多分本人気づくと思うんですけど、その時に限ってチャックが全開で投げてるっていうね。え、その時だけってこと？いつもってこと？いつもだともう公然わいせつですよ。まあ毎回ではないんですけど、 あ、複数回あるってこと？まあそうですね、今シーズン2回目かな。でそれをちょっとそういう癖ある可能性出てきたよ。あの高梨って皆さん覚えてるかな、まあ、ジャイアンツファンなら覚えてると思うんですけど、去年、代打送られると思ってたら急にやっぱ打席立たされるっていう場面がありまして。あ、そんなシーンあんの？去年ね。へえ。で高梨が、まあ、ベンチで慌ただしく打席に向かうっていうのがあったんですけど、その時ベルトもしてなくて手袋もしてないっていうのでちょっと話題になったんですよ。あー、ベルトしてないってどういうこと？だからもう自分がもうマウンド終わってもう交代だと思ってたから、急にやっぱ高梨行くぞってなってバタバタでこう打席向かうんですけど、もうベルト外しちゃったんですね、その時に。でそのまま打席立ったから、高梨これベルトしてないですねみたいな。あー、野球って結構うるさいもんね、そういうところ。まあ普通ありえないプレーなんですけど、まあ、それも本人もあの X で弁明してまして、あ、それをなんかあのリリーフ陣にやじられるみたいな、いじられるみたいな画像がまあちょっと話題になりましたと。で今年 X コンの試合かな、でいいピッチングして、その時は、チャック全開だったというところで、まあ、去年はベルトで今年はチャックかみたいな、本人がちょっとだらしないんだね。っていうのがありまして、まあもうないだろうと思ったら、まあ、この間のハマスタの試合で、まあ、昨日かこれ、昨日の試合も、チャック全開で上げてたと。あ、そうなんだ。で X で、まあ、ツイートしてるんですけど、また開けっぱなしで投げちゃったと。ちょっと怪しいな、これ性癖の可能性あるよ。性癖じゃないでしょ。その、性癖研究家のデンさんどうですか？これはね、可能性ありますよ。可能性あるんですか？やっぱそういう人たちはね、世に晒すことでね、高まっていきますから。あー、なるほどね。あー、なるほどね。だから俺をもっと見て、俺の息子もっと見てっていうことですね。でピンチになればなるほど。興奮しちゃいますよ。興奮して、チャックも全開して。危ないですよ。やっぱでもね、 VR やってる姿を公開することによってよりっていうことですからね。そうですね、私も高まって高まって高まっていきますから。声高まってるね、うん、ちょっとデイさん興奮しないでください。あ、そうですね。同じ仲間を見つけて野球の話より楽しそうだな。高梨投手ご注意ください。はい、こんなやつになっちゃいますよ本当に。野球が上手いだけですからね、高梨は。野球が上手いだけじゃないですよ。野球が上手くなかったらデンになってますから。料理も上手いですから。おい田口和人、無人島に連れて行きたいメンバーは誰かって聞かれて奥川指名してたけど、理由が火起こしの達人っぽいからっていう理由してたけど、世間を炎上させるお前さんがどの口で言ってんねんお前。あー、おもろいなそれは確かに。ちょっといいですか、詳細。はい、まあ、数日前に田口選手 の YouTube チャンネルが、急に上がったね、久々にね動画上がってまして、まあ、視聴者さんからの質問に答えようみたいな企画をやってたんですけど、その中で、まあ、ヤクルトの選手で無人島を連れていくなら誰を連れていきますかみたいな感じで、はいはいはい、まず奥川康って言ってたんですね。あ、ミスタートミジョンね。ミスタートミジョンっていうね。またなんか長期離脱かなんかなっちゃったみたいだけど。そうだ、逆にミスタートミジョンでしょあれは。もはやトミジョンしてもダメな例とかあるんだね。
トミー・ジョンしてないでしょって。あ、そうか、してないのか。してないし。かたくなにしてないのか。してないから、むしろミスター・トミー・ジョンって。あ、そうか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 。アンチ・トミー・ジョンね。そうだ、もうミスター・トミー・ジョンだ。まあ、その奥川君を指名したんですけど、なんでって言われたら、なんか火起こし、うまそうだから。あいつは多分火起こしの達人だからって言ってたんですよ。まあ、確かに菅野がね、手の使い方がいいねって言ってたから。まあ、言ってたけど。高校生の時ね。うん。まあ、ちょっとそこを見て、お前がそれ言うみたいな感じでちょっと思ってしまったんで、まあ、これ、ノムさんならこう言うだろうなっていうところでね。まあ、田口さんはあの炎上をよくしますからね。そうだよな。はい。お前が言うなよな。っていう感じで言ってますね。はい。まあ、田口選手ね、ちょっと今ヤクルトの守護神も今どうなってんの田口って。まあ、今大体7回とか8回に投げることが多いのかな。まあ、9回はもう木澤が多いんですけど、うん、なんか木澤もなんか記事出てましたね。なんかあ、出てたの。うん、なんかあ、見てないわ。守護神、ヤクルトの守護神がなんか、うん、あ、スキャンダラスなってこと。あ、そう、なんかまあ出てましたよ。あ、そう。まあでも慶応は出るだろう。慶応で出ないの福谷ぐらいだからな。福谷元気してるのか。慶応の守護神で言ったら福谷でしょって。あ、出ました。あ、これね、あの木澤なんか記事出てましたけど、寄り添うように笑顔でヤクルトの新守護神木澤直文、試合後に美女と高級車デートの夜のロングリリーフと。え、別に木澤結婚してないでしょ。別にさ、ただ単に普通にあれだからいいんですけど、まあ、ちょっとヤクルトファン怒ってるみたいですね。まあそんな状況ではないよな、確かに。はいはい。まあ、守護神、何が守護神だと言われてますよ。あそこに突っ込まれてるのね。でその原因は田口がしっかりしてないからです。あ、まあ、そうだよね。はい。木澤の方が後輩でしょ、だって。そうだね、余裕で。あ、後輩だね。田口がシャキッとせんから。そうなんだ。田口はレインボーまだ食べちゃう。いや、あのオールスターの時だけね。もうレインボーじゃないんだ。今金髪で遊んでますけど。え、巨人は金髪ダメなの。ダメですよ、もちろん。あ、ダメなんだ。ダメです、もう黒髪ひげなし。もうそろそろいいけどね、ゆるくしても。なんなんだろうね。まあ、これはあの鍋つねがお亡くなりにならない限りは、はい、変わらないんで。まずしかないね。はい、やっぱもう南波さんに仕切ってもらえる。 BB 南波さん。DNA のね。あ、NPB 全体をね。南波さんにもちょっと仕切ってもらいたい。あの、そうしたら明るくなるかもね。明るくなるよ、ちょっと。あの DNA がこんな明るくなるんだから。確かに。ちょっと南波さん、ぜひ出馬してください。お願いします。以上です。今週出た動画で言いますと、勝又と私で2人ディズニーと行きました。地獄だったな。地獄だったな。暑かったしな。暑かったね、本当に。で、まあ、ちょっと動画では言及してないですけども、はい、本来はデンさんと3人で行くという、うん、約束だったんですが、またしてもデン来ずと。どうした。ちょっとね、ディズニー苦手でね、グーフィー怖いんで。え、グーフィーが怖いの。ちょっとグーフィーが怖いですね。じゃあ、まあグーフィー避ければまあいけるよ。まあもうグーフィーあんまいねえけどな。ディズニーシーで確かにミッキーとか見なかったね。見なかったね。うん、なんでグーフィー怖いの。オレンジだから。オレンジ嫌いなんでしたっけ。だティガーも嫌いだよ。ああ、グーフィーとオレンジか。あれグーフィーってドイツ、そもそも僕グーフィーでしょ。黄色か。黄色やな、グーフィー。黄色。なんだ、茶色じゃね。あ、間違えた、間違えた。ロッテのマーフィーを調べてしまいました。グーフィーか。グーフィーね。ああ、こんな色だっけ。まあ、確かオレンジっぽいな。ごっつりオレンジじゃん。あれこんなだったっけ俺。これが嫌なんだ。怖いです。ということで、まあ、デンはね、やっぱアイドルが関係しないとなかなか来ませんから。アイドルの時は目キラキラしてんだけどね、ほんと。で、そのディズニー行ったんですが、勝又さんのおごりでディズニー行きました。あ、まあ男気じゃんけんしてね。ありがとうございます。びっくりしました。あんな高いんだね、ディズニーって。何だっけ。1人9000円だから1万8000円だよ。高いね。しかもなんか当日ね、なんか窓口かなんかで買えるのかなと思ったら、うん、電子チケットですよみたいな感じで言われて、事前に購入してくださいみたいな感じで。じゃあ、プリクラで急にチケット渡すやつとかどうやってんのと思いつつ。そう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 、もうなんかそういうのやってないんだね。で、しかもなんかめちゃめちゃ率先して教えてくれるスタッフみたいな人がいて、うん、でなんか話聞いたら、見たことあります
そう、かきこきチャンネル、かきこきチャンネル見たことあります、見たことありますって言って、まあ、これ吉野部の日本見たことありますみたいな。そうそうそう、俺吉野部来てたからさ、で行ってこうやってこうやってこうやってやんだよ、もう吉野部で行くなよディズニーの困惑してたよ、なんか。いいじゃん、千葉県出身だから。入ってすぐのなんか地球儀みたいなやつがなんかすげえ早かったもんね。そんな回転してた、勝俣来た時そんなことないでしょ、吉野部、ね、教えてくれてね、はい、で、勝俣がお金払ってくれて入りました、はい、勝俣さんが C 初めて、ディズニー C 初めてです、はい、でディズニーランドもあの中学の卒業旅行以来行ってなかったんで、もうそこは僕は一切ディズニー関わらず過ごしてきたんで、まあディズニーシーっていう存在は知ってましたけど、あ、うん、まあ、行ったことはなかったですね。だからその中学の卒業旅行で俺らもね、うん、ディズニーランド班一緒だったっけ。俺は一緒でした。何にも覚えてねえな。で俺はもう乗り物にめっちゃ乗らされて嫌な思い出しかないんで、俺ら3人プラスあのタップルポポリョも中学3年生の時クラス一緒なんで、一緒ですね、はい、3人で卒業旅行で中学のね、うん、ディズニーランド行って、うん、俺らの班だったっけ、うん、いました。班誰いたかも覚えてね、いたんですけど俺途中のスターツアーズで乗り物用意してそこから俺離脱してます。気持ち悪いお前俺ほんと映像系ダメなんだよな。でなんかそのディズニー行ってでなんかファインディングニモの世界に入っちゃうみたいな、うん、やつ乗ったんだよね。あ、そうそう、ニモのアトラクション乗りましたね。なんかわーって、あれは子供でも乗れるやつなんですけど、うん、でそれ終わったら勝俣酔ったとかそ、まあ、その前のちょっとあのタワーオブテラーで結構やられてたんで。タワーオブテラー酔わねえだろじゃ 酔うとかじゃなくもうあの浮遊感が無理すぎて俺。ああ、まあまあ、平日だったんでね、めっちゃ空いてました。タワーオブテラーも20分も並んでないかな。全然並んでないね。だからあの僕本当初めてだったんで直球さんにもうついていくだけついていってとりあえず入ったところね、まあ、どんな乗り物かも知らず乗ってみたらとんでもない化け物の乗り物で いる今時タワーオブテラーが何のアトラクションか分かってないやついや、マジで何も知らなかった。だから CM たくさんやってるよ。やってるよね、季節になったら。いやだからディズニーの CM になったら他のチャンネル切り替えるんで、そんぐらいディズニーちょっと怖いんで、はい、だそのハイタワー3世の下りなんてもうみんな知ってるや。知ってるの、みんな知ってるの。何回も聞かされるんだから、うん、乗るたびに、うん、なのに勝俣は全く知らないから、ああそうなんだ普通に初めてのなんか歴史の授業を学んでるぐらいのあれで聞いてましたけど頭の裏ハイヘベータワー先生だめんな気持ち悪いカチューシャつけてね。で俺はもう結構乗り物乗りましたね、うん、あ何個か乗って、でその間勝俣さんはプロ野球選手探し隠れプロ野球選手探しと、あれはお前何してた。もう向こうから来る人たちがみんななんかもうクスクス笑ってた。なんかあんなもう気持ち悪い巨人のユニフォーム着て坊主で勝ち出して、見なかったもんだってディズニーにお前以外巨人のユニフォーム着てるやつそりゃそうだよねってありましたけど、まあ結構楽しんでやってましたよ僕は。俺もともとそういう図鑑とか、あのポケモン GO とかもそうですけど、なんかコレクションするの好きなんで。お前ポケモン GO やってたの。俺やってましたよ一応。ポケモンやったことないやろ。ないないない。あのセレビーまでしか覚えてないけど一応ポケモン GO みたいなあのコレクション系はやってましたね。 あそうなの。はい、で今母親はずっとやってますよ今は。今でもえファーム、え母親界のファームの母親界のそのファームなんだ、それからファーム顔とか存在ファーム2軍顔、まあ、2軍でも3軍でもいいんですけど、まあ、3軍かな。2軍にしちゃってよじゃあ2桁番号上げて。どっちでもいいっつったじゃんお前2桁番号上げて。母親は自宅であのポケモンをしてますいつも。あそうなんだ、はい、あそこら辺ポケモンいいの。全然いないんだけどポケストップがあるから一応無限にモンスターボール取れるからっていうので。あそういうことなんだ。外出ろって言ってるんですけどね。まあその話はどうでもいいんですけど。お前ピクミンもやってない。ピクミンは終わった。ピクミン、まあ、最近ちょっとねもう飽きちゃってやってないんですけど、まあ、やっぱあれもコレクションですから。ピクミンは何のゲームなの。あれあれは歩数歩いてたまにレアなピクミンが出たりするんで、うん、まあ、それを集めたら、ラッキーみたいな。まあ、あれもコレクションですよ。あそうなんだ。ポケモン GO とほぼ一緒ですよ、うん、お前意外となんかそういう系やるよな。そうだ俺結構楽しくてゲーム全くやんないのに。あまあ実際あの運動にもなるじゃんあれって。あ歩いたりその場に行くっていうので、うん、それも兼ねてなんで。なんか管
類そういう健康法みたいなのやるもんね、カツオタってまあちょっと歌人の好きなんで、その辺かじるだけね、うん、一旦かじってみて、まあ、はまんなかったらはまんないでやめて。ああ、そういうことね。だドラクエウォークは全く分かんなかったんで、何これっつってすぐやめちゃいましたけど。ウォーカー系やったことねえな。逆にやった方がいいよ、あれの。で、ね、でんとかあるもん、そうだけど。で、なんかしたら、お前。暇だろ、お前。いや。今、熱中してることって何かあんの？で、確かに。なんだろうな。スイカゲームももう飽きたでしょ。飽きたね。スイカゲームやってたの。3万っていかないんだよね。まあその画面バキバキになったらスイカゲームやりすぎて。え、お前画面バキバキやん。バキバキだよ、見て。なんで、ほら。あ、ずっとだっけ。1週間前ぐらいかな。え、どうしたの。あのポッケに入れてた充電器と携帯一緒に入れてたんですけど、うん、携帯だけ取り出そうとしたらポッケからヒョーンって落ちて、まっさにバーン。あ、で普通に割れたんだ。そう、充電器一緒に入れてたっていう補足いる？いらないよね今の話なんか取りづらくて落ちちゃったっていう話。ああ、そういうことね。そうそうそう、なんかコリジョンみたいなことされてたんだ。ちょっと邪魔されちゃったね。無理やり野球に絡めなくてもいいから、ね。ポッケの中に城島いたんでしょ。城島？膝投げの天の手を邪魔しようとしてたんでしょ。コリジョンルールねえだろ、城島の時まだ今最近ね、パワープロ君やってますよ、サクセスで。あ、お前パワープロやってんだ。なんかずっとベッドでコソコソ。あ、スマホのゲームってこと？はい。いや、お前もうプレステでもやってるよ、お前パワープロ。うん、そうね、好きですよパワープロ。てかお前のその iPhone8 の容量でパワープロ大丈夫なの？容量的なの。容量は別に変わんないでしょ。まあ現に入ってるからね、大丈夫ですよね。あ、そうなんだ。お前最近その理論なんだろう。昨日の動画もそうだけど、まあ言われてないんでね、大丈夫なんでしょうとか言ってる。最近その理論なんだろう。その返しのなんか。最近ハマってます。それにハマってますね。あ、そういうことね。はい。パワープロは何のアプリやってる？普通のパワープロのこと？ガチャ、あのガチャガチャがあるやつ。ガチャガチャがあるやつ。ダイヤのエースコラボ。カイト君がやってるやつね。エジプト高校で頑張って。お前エジプト高校使いすぎだろ。うぜえんだよこいつ。なんかね、エジプト高校ばっかずっとなんかエジプトカーブみたいな、なんかよくわかんない魔球を投げたりさ、ずっとここでやってるからこいつ、エジプト高校、うん、俺全くサクセスやったことないけどエジプト高校だけ知ってるから。まあ最近できたのかな。なんかアメリカまで行って戦ってる。なんかなんだそのそうね。そう。あ、そうなんだ。パワープロやってんだ。いや、ゲーム全くやんねえな。なんかめっちゃゲームやってるやん最近みんな。うん、FPS っていうの？何 FPS？ なんかシューティングゲームっていうか、Apex とかね。Apex みたいな銃のゲーム。はい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 。ああいうの全くやんないもんな。ゲームで言うとだって最近ね、最近でもないけど西野七瀬もね、ゲームつながりで結婚してみたいな。あれ山田裕貴との結婚ってそれなの？なんかモンスターハンターのゲームで仲良くなったみたいな。ああ、そうなんだ。やっぱそういうのはやっぱあんだね、出会いとか。いや、だからそう、共通の趣味だよね。あ、そう、ゲームはなんかちょっとやったもんや、プロスピとか以外に。いや、俺本当に野球ゲームしかやってきてないからな。いや、でも YouTube でね、再生回数いい企画取れるかもしれないよ。まあ確かに。まあうち、あの本当ね、装備品とかそういう機械系はもう揃ってますからね。俺が買ってるからね。なんかうちとか、うちっていうのやめてお前。いや、いいじゃん。居候させてもらっている宿だからね。はい、宿舎って言え、宿舎って。宿舎って言うの？いや、言えるの。私も行っちゃいました。うちって。私んちって？あの、瀬戸健さんが朝起きたらいたんで。あ、そうね、口トランペットさんね、はい、今週コラボ動画撮りましたから。で、俺と勝又だけも出てってね、デンと瀬戸健さん初対面。次の日ね、泊まってったんだよな。うん、で、なんか言わないとなと思ったんで、うん、好きに使ったってくださいって。家主分だよ。家主分だよお前。ありがとうございますって言ってましたね。会話それだけ。それだけです。もうすぐ隣の部屋に入りましたから私。あ、そう、デンに行ってなかったけど、その瀬戸健さんの、瀬戸健さん芸人やってんって、
あ、そうだね。そう、瀬戸健さんの事務所の先輩が俺らの中学校の同級生らしい。え？瀬戸健の事務所の先輩が俺らの中学校の同級生。うん。誰？誰でしょう。これ答えたところで聞いてる人は何を聞かされてんだったの。まあ、でも知ってるよ、もちろん。芸人ってなるとノディ。あ、そう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 、ノディってみんな知ってんだ。俺全く知らなかったわ。まあね、なんかテレビでしたよね。あ、そう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 、 W っていうね、女性のコント師なのかな、ちょっと、ま、漫才しか分かんないけど、うん、W で準決勝とか複数回行ったことあるみたいな。行ってるし、一回そのあの林修先生の真似でちょっとバズったりもしてましたしね、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう。でそのね、ノディ、そのノディっていうのは何だっけ、コンビ名なんだっけ。コンビ名はつよし。ああ、つよしっていうね、うん、解散しちゃったんですけど、結構実力派の、うん、ね、コント師なのか漫才師なの、まあ漫才師なのかな、どっちもやるみたいな、うん、が中学校の同級生で、その片割れのノディっていうのが俺らの同級生、ね、そう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 、が、多分瀬戸健さん、口トランペットさんの先輩みたい で、うん、で芸人辞めて今暇してる、まあ就職されたのかな、わかんないけど、うん、まあ、暇してそうだったんで、かきこきチャンネル誘ったすげえ突っ込んでくれるらしい。あ、そう、そうそう、でお前ら突っ込みゼロじゃん。そうね、うん、突っ込みする気もないしね、まず突っ込みとかじゃなくて、なんか反撃というか、なんか会話の盛り上げもゼロだ。勝又ももう脳死ですから、基本なんか言われたことに反応するだけですから、虫と一緒、昆虫と一緒、敵が来たら逃げる。虫って言うな、何も考えてない、言われたことにだけ反応する。楽しいわ。だからちゃんと頭もいいんだよね、確か。頭いいね。神奈川県で 1,2 争う高校行ってましたからね、うちの中学から、うんうん、だからそのノーディーにね、一応ラブコール送ったんだけど、え、どうなの、やってくれそう。まあ、まだ詳細は来てないですけど、あの一応興味は示してくれてるというところで、うん、あ、まあ、前向きには来てくれてるんじゃないですか。あ、そうなんだ、はい、なんて送ったのお前。だからその送り方にもよるぜ。だからその YouTube 今、うん、あのこういうメンバーで、うん、あのチョッキーさんとか覚えてるとかそういう話して、あ、まあ、デンとか覚えてるって話して、まあ、これやってんだけど、一緒に YouTube やらないみたいな話して。ちょっと熱いメッセージみたいな感じで送りましたよ。ああ、で、その返答は何で？あ、今一旦その就職はしてるという形だけど、ああ、まあでも結構時間もあるみたいな感じは言ってて、ああ、であとは、あ、じゃあちょっと見てみるねみたいな感じで、ああ、そっから返事がないです。ちょっとチャンネル見て、あ、どう思ってるか分かんないですけども。お前それ前向きっつってんの、お前それは。前向きじゃないじゃん。まあまあまあ返事くれてますからね。ああ、まあ前向きには、ああ、っていうところはあります。まあ、とりあえずね、あの出さしちゃえばいいから。まあ欲しいっていうところで、まあヤクルトファンいけるべ。ヤクルトファンなめんな。まあまあヤクルトの格好してもらってね、ヤクルトファンちょっと行ってもらっ て、 いうところで、はい、なんでちょっとね、まあ今週ね、そのちょっと進捗あるかな、ヤクルトの、うん、まあ、タップルポポレオの後釜どうすんの問題みたいな、はいはいはい、やっぱね、そのセリーグ集まった時ね、ヤクルトだけいないとかね。いや、なんかね、違和感ありますからね、ずっと。あ、そこはどうにかしないとっていうところで、うん、ちょっとそこら辺の進捗は今週お楽しみにしていただければ。はい、スシロー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 、ガキコクラジオ。では本日の一曲いきます。まあね、もうすぐね、夏が終わるということで、まあ毎年ね、夏の終わりに聴きたいなっていう曲、うん、ああそうなんだ。それでは聴いてください、森山直太朗、夏の終わり。そのままじゃん。ノーひねり。水場所を揺れるあぜ道、刀途方に暮れたまま、夏の終わり、同じ風吹き抜けるから。聞いていただけたのは何言ってんの、なんて。以上聞いていただいたのは何言ってただいまを聞いていただいたのは
なんで何回言ってんの。ただいまお聞きいただいたのは森山直太郎夏の終わり。夏の終わりって言っちゃってたよ、まあ、曲紹介する前にちょっと言葉補足しただけやまあ先週あのチョキューさんのお誕生日っていうところでまああのラジオでもお話ししたんですけど、まあ僕らちょっとねプレゼントの方もね、ああもう待ってますよっていうところをお話ししてたんで、まあちょっとここであのチョキューさんのプレゼントをちょっとお渡しできればと思うんで、で持ってきて。え、嬉しいね。え、それは何、ちゃんと前もって頼んどいたみたいな感じなの、その場で買ったみたいな。まああの見てもらえば分かるから。ああなるほどね。はい、いや一応クローズドアイするね。ああクローズドアイっていうタイプね。クローズドアイってなんかクローズドアイっていうなんか歌ってるな、なんかクローズドアイここゴナギビューみたいな、なんだっけ。あれ持ってきた。カシャ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 言ってるけど、カシャカシャ言ってるね。はい、じゃあデンさんから、直球祭のお誕生日プレゼント、はいはい、出してください。え、目を上げていいんですか。まだ閉じようか。はいはい、なんか軽い音がすんな。軽い音。軽い音がするね。ガチャガチャうるさいなここ。ああ、蝶のな。マイクの真ん前で。ゴルフやってる時の蝶のな。蝶の。軽いな音が。雪の宿ぐらい軽い音するな。軽いね。軽いよあれは。どうぞ目を開けてください。あげますね。はい。ここに出しちゃう。ちょっと待って。ないない。開けていいの？ダメなの？どっち？まだまだ開けないで。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 はい。意味わかんないじゃん、ここに置いてんの見えないし、こいつお前、こいつって誰に言ってんのよ、お前。あ、このヒゲ目つぶってるから聞こえないかなと思って。なんかこの線に置くのダメだっつ。え、まだな、この線に置くなっつうの。な、何この線って。うまいくの音入っちゃうでしょ。どうぞ、オープンザアイ。開けていいのね。はい、はい、チーカマ。チーカマ。続いてが食べる小魚。あ、これ嬉しい。でラムネ、俺がいつも食べてるブドウ糖でスッキリラムネが5個。小魚。あ、でも嬉しいわ。嬉しいんだ。あ、嬉しい嬉しい。じゃあ小魚、まあ魚かけるラムネのセットです。うん、チーカマ何これ。チーカマも一応魚入ってますから。魚の睡眠、はい、そのラムネと魚なんで俺にそんな必要にあげるの。やっぱあの動画上で小魚食ってるって言ってましたから、その関係で。ああ、食ってますけど、はい、はい、でラムネは、まあ、まあまあまあ嬉しい嬉しい。うん、うん、この魚でまあなんかだしでも取らせてもらいます、はい、ああま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 あ、でもまあ期待してなかったからの割には。ありがとうございます。うん、ラムネ嬉しいわ。喜んでるな。ラムネ、はい、笠松。あ、私ですか。はい、じゃあ私持ってきます。あ、あんのね。ありますよ。チーカマ一番いらねえわ。なんか腹立ってきたな、チーカマ。チーバカ。え、お前キーマカレーっつった今。今キーマカレーって言ったよな。ちいかわに罪はないですからね。ちいかわじゃねえよ。ちいかまな。あ、ちいかわか。ちいかわじゃねえよ。なんかこれ、あの先週渡せなかったこれ。このちいかまたちは。ちょっとね、先週は。先週渡せた気するけどね。ちょっと災害とかもあってね、バタバタしてたんで。はいはい、持ってきました。目がいいですか。大丈夫です。はい。ロックアイス。はい、これ、まあ、ちょっと送ろうとした経緯だけ、まあ、僕はですね、まあ、チョキさん30歳の誕生日というところで、はい、まあ豪華なプレゼントもいいかなと思ったんですけど、はい、まあ、なんせお金がない僕は、はいはいはい、っていうところで、じゃあ逆にチョキさんが経験したことないんじゃないかっていうのをちょっと経験してもらおうかなというところで、はい、まあ、アイスといえば、まあ、ちょっと前に話題になりましたタンフル。あー、なるほど。はい、っていうので、まあ、ちょっとロックアイスを用意しました。あ、タンフルね。はい、はい、結構ね、なんかあの TikTok で、うん、なんか薄く ね膜があって氷みたいになる。そうそうそう。これ感じたフルーツがないですけど、
あ、まあそのフルーツなんですけど、はい、まあ、チョキューさん今ダイエットしてるっていうのもあるんで、あ、でもフルーツは全然ダイエットいや、いちごとかやっぱあんま良くないみたいなんで、はいはいはい、いちごとかね、マンゴーでやると美味しいって言われてるんですけど、はいはい、ちょっとねダイエットには不向きっていう風に聞いたんで、はい、これですぐに使えるブロッコリー、あのブロッコリータンフル。あー、なるほどね、はい、ちょこれでやってもらおうかな。食物繊維いっぱい取れるからね。そうそうそう、ブロッコリーっていうのはやっぱ便も出ますから、そうそうそう、これ非常にダイエットに向いてますね、うんうん、ダイエットに向いてる。あ、しかもエクアドルだもんね。あ、エクアドルこれダイエットに向いてます。エクアドルダイエット向いてます。俺みたいにダイエット頑張るやつにはめっちゃいいなこれ、うん、だからその氷タンフルを、うん、ブロッコリーでやってもらおうかなと。今やってみる。ちょっとやるか。じゃあ音もね楽しめると思う。じゃちょっとやって。あ、いやいやな。ピッチャー返し、バックファイヤー、ピッチャーこっち。やってみますか。うん、ちょっと一瞬 ASMR になります。お前味付けやんの。味付け、あ、ちょっと塩コショウだけ入れといて。塩コショウ入れる、タンフルに。あの塩入れるとあのめっちゃ冷えるって言うからね、氷に。知ってた。え、はい、今できました。はい、あー、この音、夏ですね。夏ですね、確かに。あ、でも薄い膜張ってる。早くね、もう張ってるように見えるだけが、張ってないか。ヘラカメラでターンターンフルフルでターンターンフルルルル、な、薄い膜ができるらしい。そうそう、混ぜないと氷にくっついちゃう。あ、くっついちゃうとダメなの。めんどくさくない？何事も育成は面倒いですからね。まあ確かにな、うん、いや育成ベタの球団が何言ってんの。え、いや若手頑張ってますから。お前何その T シャツ捨てろよ。なんで切らないよ。なんか別にいいだろ、ちっちゃすぎだろお前それ。別にいいだろ、無理して切んなよ。無理してないわ。パッツパッツじゃんお前。まあちょっと伸びが悪いやつですね。伸び伸び G パッツや。どうなんだろう、結構癒されてんじゃないこれみんな。なんかでも思った音じゃないけどね。あ、違う、カラ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 ンっていう。あー、器変えたらまたあれなんじゃない。ちょっとかき混ぜといてよ。で、ちょっと本題になるんですけども、昨日出た動画、家賃支払いの、はいはいはい、なんか俺が1万円盗んでるみたいになってますけど。あれは何ですか。やっぱそうですよね。じゃあ、なんか俺が決定的盗んだ瞬間みたいな、はい、感じになってますけど、はいはいはい、私撮ってないですからね皆さん。本当に。え、その後お前ら持ち金したじゃないか俺に。いや、したんだけど、やっぱね、あの瞬間しかありえないんだよなっていう。なくなる要素が。いやいや、だとしても俺はもうちゃんと検査されましたから、持ち券。まあまあ、ことの経緯ちゃんと説明しますか。そう、まあ、直球さんに僕とデンさんで、家賃更新分を支払うっていう動画を昨日出したんですけど、はい、まあ、デンが先に6万か渡して、その後俺が4万渡すみたいなくだりだったんですけど、僕が渡した4万が、あれ、なんか3万しかないぞみたいなくだりになってね、あれ、いや絶対4万渡してるってなったんですけど、まあ、その渡す時のて、なんかその瞬間、うん、デンのお金を持ってたんですけど、その直球さんがそのデンの方にちょっとこうすり替えたんじゃないかみたいな。そう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 、なんでちょっとまあコメント欄一部ね、そう言われてますから、はい、してますけど、これどうなんですか、うん、これ全くもって違いますね。違います。はい、そのなんか疑われてんのもなんか、はい、腹立たしい。その俺の立場でね、うん、なんかこいつらが小競り合いして、うん、その俺が1万取る理由がないですから。まあまあそうだけど、うん、まあ、3人で一番、まあ、仮にね取ったとして、うんうん、まあ、得するのは直球さんじゃないですかこれは。まあ、でも俺は勝又だと思ってますよね。いや、俺がやったところで何も得もないんですよ。まあ、デンはだってなんか貸してだけだもんね。デンが得するシチュエーションないからね、あそこで。うん、そうですね、うん、でなおかつ、あの1年前にも1万円なくなった事件ありましたよね、デンさん。そうですね、その時もデンの1万円だったかな。はい、あれは何だったの、あの1万円は。コツモトがポクったでしょ。パクってねえわ。
なんで俺になってんだよ。いやもう盗むのお前しかいないからな。ねえわ。あれはどうだったんですか。あれはあれはまだ見つかってないんで、うん、まああの31日に勝俣が返してくれるっていうんで、うん、私はそれを待ってます。去年の今頃ぐらいだよね、それこそ。そうね、カンタ来た時だからね。うん、もっと一問へ同じタイミングでなくなってる。いや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 、怪しい怪しい。これ勝俣です。これ勝俣。いや、直球さん、なんか手なんかスッてなんか入れ替えたな、あった札。何もやって、ちゃんと数えたのお前じゃん。いや、デンの編集した、あれデンが編集してくれたんですけど、その編集素材をもう一回ちょっとなんか1コマ単位でね、はいはいはい、スローモーション見たんですよ、はいはい、で俺渡してる時確かに4万渡してるんですよね。何を言ってんですかねで、なんか直球さんが左手で持ってたデンの6万をなんか俺が4万渡した時に、はいはい、なんかちょっと一瞬こう入れ替えるみたいな仕草したんですけど、そこがなんか怪しいなって、みんなもそれを言ってくれてるんですけどおかしいね絶対。じゃ勝俣さんが数えたじゃんね、もう全部電の金も。だから数えて、まあその後ね動画にやってない部分で数えてるんですけど、そうだ、どっかにね隠し持ってんじゃないか。俺もうパンツも脱がされてますからいやパンツの中にも実はあったんじゃないかってところです。でも俺のパンツ穴開いてますからもう全部おピロゲになってますから。そうだね、螺旋階段みたいになってるあのパンツなんで履いてんだっていうありましたけど、はい、いやちょっとね、あの消えた1万円事件っていうのはこれちょっとあれはね、なんか疑われてるんで俺もなんか。今のところ一番疑われてますね。まあでも勝俣なんですね。いやだから俺がやっても得がないんですよね、何も。いやいや1万円浮くでしょって。いや浮かないです。だから俺これで もし俺がなったとしてもまた1万円じゃあ払ってってなるじゃないですか。だから電、まあ、から1万円を借りたわけですよね。だ結局俺がなんか借りるってなるから俺が払うんで。あ、お前がじゃあその2万円分追加で払うってことで。え？そうなりますね。だって電話2万勝俣に貸してたもんね、はい、で1万がなくなってたもんね。え、俺2万返さないといけないのお前に。え、だってそうじゃないですかいや、そうしたらお前得するじゃん、盗んだんだから。え、だ盗んだ、まだ盗んないけど、ね、借りた1万円か、ね、盗んだ1万円返すだけで。お、1万プラスだ。いや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 、うわ騙されてた。俺得はないで、なんでこっちになったでもあれおかしいおかしい、去年の1万もあるしな。去年の1万マジで知らん。じゃあ3万だ去年の1万知らん、お前が金管理下手くそなだけだろお前が金の管理しかしろ。なんでだから、もうこれはね本当に腹立たしいですね私も。いやーでもねー、だからあれでしょ、トリックはお前が4万俺に渡すギリギリまで持っといて、渡した瞬間に1枚くすねたってことでしょ。いや俺そんなセロみたいなことできないよ、そんなマジシャンの。ああ演歌歌手の方じゃないのかそれジェロな海行きじゃねえかそれ海行き覚えてんのお前だけカラオケで海行き歌うのやめてほしいんだよ。追って出雲崎どんどん調子いいんだけどね、君の日本海あれは迷宮入りですね、勝俣じゃないとしたら。ちょっと一枚、まあ、でもデンが土地狂ったっていう可能性もあるいやなんかね、あの時テンションおかしかったんだよね、で、なんか。あ、いつも絶対貸してくんないもんな。くれないし、なんかあの、1万円。くれるだろ、お前。手に何円借りてんだよ、お前。まあ、その1万円、ないないって言ってる時も、すごいなんか楽しそうにしてたよね、デンが。ゲラゲラ自分の編集、だからちょっと盛り上げようと思っちゃったちょその節はあったかもしれないね。嘘つけ、お前。そこまで考えられないだろ、お前。そこまで考えられない。いやでもこれはもうでも視聴者さんに決めてもらうしかないね。なんか今のところ俺みたいになってますけど。まあそうね、まあでも映ってるからね、その俺がだからこれ弁明させてほしい急になくなったって言われたから全財産そのもらったものを渡して勝俣に数えてもらってますから、うん、1枚移動したとしてもだってねトータルでは合算は合ってるはずだ。まあその1枚をどっかにやる時間はあったからね、まあなんかどっか行っちゃってるんじゃないかどこにやんだよいや知らんけど、分からんけど、欲しいな。いやちょっとこれね、あでもこれちょっと笑えないですからね。そうだ1万円で盗んでるやつがいたらやばいよ本当。あと電の金だしね。どうですよ、もう2年連続で勝俣な気するけどな。2年連続ってなんだお前、甲子園みたいに言うのよ、2年連続2回目の1万円争奪みたいな。いやだってそうでしょいやいやいや最近あたら金借りてくるしな勝俣。え、昨日もなんかレンタル勝俣、あユニフォーム買ったわけだ。
いや結局ねサイズなかったから後で返しますよ。うわうわ危ねえパクられてるそこだった。いやいやいやさすがに渡しますよ。あの昨日ねレンタル勝俣があって神宮行くってなってでそのね草野球あったんですけど、うん、草野球してすぐ勝俣がね球場行かなきゃいけなくて、うん、ユニフォーム忘れちゃったんだよね。なんでヤクルトのユニフォームちょっと買いたいから1万円くれってのがいきなり。あそんなことあったの。そう1万円ぐらいするかもだから、まあ、動画的にもどっちかがねユニフォーム着てた方がいいから動画的にもとかは俺はもう何も聞いてないですけど言ったけどね1万円くれって言わ貸してって言われて1万円くれなんて言わないでそんな小銭まで取られましたからねこいつに取られたってなんだよお前でレンタカー代もねこいつにレンタカー代ないからっつってガソリン代とレンタカー代も払わされてで勝又がレンタカー屋まで行ってその時また1万渡してるんですけど、うんで領収書は5600円だったんですけど、はい、財布には4000円しか入ってなくて、はい、こいつに400円パクられました、ね、いやいやいやパクられました、いやいやいやって説明してください。あその400円は一旦俺がドリンク代で使いましたほら俺前でもこれでも盗んでますからね。いや1万は盗んでますやっぱもうね犯罪者っていうのはやっぱそうなんだよね。なんかもう歯止め効かなくなっちゃうから。いや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 、さすがにやんないですよ。なんで俺が疑われる展開になっちゃったんだこれ視聴者さん直球さん疑ってんのよな。いや視聴者はなんか俺はな、視聴者はやっぱバカだから俺が地面師って言う地面師って言ったら俺が詐欺ったみたいな。バカって言うなお前、ね、いつも見てくださってるバカに何てこと言うのお前ちょっとちょっとね剣だな剣のせいだなじゃあケンに飛び火すんなよ。ケンが悪いな。ケンさんあんま悪くないよ。責任者ケンだから勝俣の手癖悪いのだけはちょっとね直した方がいいと思う。手癖って言うな。はいじゃあちょっとタンフルどうですかこちらタンフルまあちょっとずっとかき混ぜてましたけどやっぱブロッコリーっていうのがあってやっぱこの何ですか緑のふけそれはお前だろなんかポロポロ取れちゃうんで、まあ、どうか分かんないですけど葉っぱね葉っぱがどうでしょうね。これ塩コショウした。あれしてね忘れてたノーブロッコリーダメよ忘れてたうわー勝又の頭の後ろにブロッコリーがあるあ毛かあれ毛かその牛風呂さん牛風呂さん早く来てもらっていいですか。牛風呂さんってない後ろブロッコリーやめろお前ちょうど同じこれ塩入ってない胡椒だけこれ胡椒も入ってる全然塩全然入ってないこれもう一個あっちにあるからあこれ胡椒だけなのこれほぼね電が塩だけ食べちゃってそんな塩妖怪じゃねえよ塩胡椒の塩だけ食べるんですよ電がたいと思います。まず膜は張ってますかこれ。張ってございません。張らないんだやっぱ。33おめでとうと。おおちょっと膜張ってんやん。シャイシャイってシャイシャイって普通にうまいあよかったじゃんダイエット飯1個増えたね。普通にうまいわいいじゃん、うん、暑い夏にぴったり。あ、これありだな。ブロッコリータンフル。あ、牛風呂さんも飲んでみて。牛風呂さんじゃない。そもそものいちごタンフルも食ったことないですけど。でもまずいって言ってるけどね、みんな。凍ったフルーツがそもそもあんまおいしくなさそう。これ塩、胡椒かけてね。絶対かけた方がいい。あ、かけすぎた。いただきまーす。あん。キモお、うまっ普通に美味しい。いや、やめる一個はいや、俺はいいからじゃあ、電話煮干し、煮干しタンフルやろ煮干しタンフル煮干しタンフル、うん、もう、ガスも出そうだしねあ、すごい、ちゃんと膜合ってるやん。いや膜張ってねえよ。ブロッコリーが凍ってるだけでもともとだからか。
ということで、お休みの一曲ということで、笠松さん、もう夏でね、お疲れとよ、プラスお盆が終わりまして、はい、社会人の方であればね、お盆明け一発目仕事というところで疲れてる方たくさんいると思います、うん、はい、ぜひお休みの一曲、お願いいたします。はい、いつも仕事の方お疲れ様です。やはりね、疲れを取るには睡眠が大事です。やっぱり寝苦しい暑さが続いておりますが、寝るときはしっかりと涼しい格好で、寝やすい環境で寝てほしいと思います。まあ、そんな中でプロ野球界でも、ちょっと最近寝てんじゃないかっていう選手でお別れしたいと思います。元 DeNA 元じゃねえ現 DeNA 戸柱安孝の及川です。古い盾きっとある。